で、お湯はできるだけ溜めるようにして、しっかりと濡らしていきます。で、結構ウェットはもうしつこいぐらい、流してあげてください。結構意外に全体濡れてるなと思っても、中が水分しっかり濡れてない時があるので、もう結構しつこいぐらい、しっかりと流してあげることが、泡立ちにもつながるし、汚れを取るとか、あと栄養成分、さっき言った手触り上げるっていう意味では、結構重要になってきます。クエットって言われるんですけど、この流す時間っていうのは、だいたい3分ぐらいを目安にしっかりとやってあげてください。やっぱり30秒とか1分ぐらいでビャーって流すだけだと、水分が浮遊率足りないので。で、ここからシャンプーになりますね。で、シャンプーは、だいたいこの長さで、1プッシュから2プッシュぐらいですね。で、まあ、もしちょっと泡立ちが悪いだったらそれ以上使ってください。では泡立てですね。泡立ては空気を含ませながら髪の毛を泡をできるだけきめ細かくやっていきます。なのでできるだけこう持ち上げるように持ち上げるように泡立てはしていきます。で、泡を大きくすればいいというよりはきめ細かくすればいいので、イメージ的には洗顔の、泡立てをする時の、ナイロンのものを使うのと同じような感覚で髪の毛をそれ使いながらしっかりと揉み込みます。で、この時に髪の毛っていうのは逆毛っていうのをすごい嫌うんですよ。だから毛流れがあるのを逆に反対側にこう押し付けてやってしまうと絡んでしまってダメージになるので、もしこうやって泡立てる場合もできるだけ毛流れはそのまま使ってあげるような感覚で逆毛を立てないようにやってみてください。で、このぐらいと泡立ちのキメの細かさをまあ手触りでも泡の柔らかさが分かるんですけど、結局基本的には髪の毛がこう、なんだろう、つるんと引っかかりがないような状態の泡立ちが起きれば、もうきめ細かい泡になってます。で、結構このきめの細かさで汚れの落ち方が決まったりとか、あと特にシャンプーだと、今最近のシャンプーって、もうシャンプー自体に栄養素が入ってたり含まれたりするので、きめの細かい泡であればあるほど、髪の毛のその手触り、シャンプーしただけでも結構つるんとまとまるような髪になりやすいので、しっかりと泡立ちっていうのはもしシャンプーのパフォーマンスを上げるっていう意味では必要になってきます。そしたらシャンプーですね。シャンプーは、指のつま先、爪先で引っ掛けながら洗うと地肌を傷つけてしまうので、どちらかというと指の腹を使って鍵爪のようにマッサージしていく感じです。で、これが地肌を擦るような感覚ですね。で、髪の毛を洗うっていう感覚よりも地肌をなぞるっていう感覚、地肌をなぞって圧を与えて汚れを浮かせるっていう感覚でシャンプーはします。なので、例えば髪の毛を洗うときに髪の毛の上からこうやって洗ってる、これは泡立てはできるけど地肌は洗えないので、しっかりと指を中に入れてこの隙間の中から地肌を触れるような状態、地肌触ってるよっていう感覚の中で洗っていきます。一通りシャンプーが終われたら、髪の毛を手ぐしを入れるというよりはしっかりと一回髪の毛の毛束をまとめて握り込む。先ほど言ったように、最近のシャンプーっていうのは栄養素が含まれている泡なので、髪の毛にこうしっかりと中に押し込むようにしておいてあげると
それだけでトリートメントがなかったとしてもしっとりする場合が多いです。トリートメントに関しては流すのは軽めでいいんですけど、シャンプーに関しては流すのはしっかり流してください。なんでかっていうと、シャンプーっていうのは、水と油を乳化させる界面活性剤っていう、この3つが入って、シャンプーっていう泡立ちが出るんですけど、これが洗浄力で、水と油だけだと洗浄力っていうのはないので、界面活性剤っていうのが汚れを落とすものになります。で、これの界面活性剤の質がシャンプーの金額にもなるわけだけど、基本的に栄養素が含まれるようなシャンプーっていうのはアミノ酸系って言われるものが多くて、そのアミノ酸系の界面活性剤っていうのは比較的弱いんですね。だから地肌とか髪の毛にもあまり傷つけない。その代わり汚れはちょっと落ちにくい。なのでよりしっかり洗うとか、あとアミノ酸系のものは結構泡立ちがね、そこまで石油系って言われるものよりもちょっと悪い場合があります。でその代わり髪の毛がしっとりしやすかったり、ダメージを受けにくかったりってするので、おすすめなのはやっぱアミノ酸系です。で、ただ、スタイリング剤をめちゃくちゃつけますよとか、ワックスつけますよ、バーム毎日つけてますよっていう方に関しては、アミノ酸系だけのシャンプーで毎日やっていると汚れがたまりやすくなるので、その場合には週1回とか2週間に1回ぐらい石油系のシャンプー、まあちょっとこう安めのシャンプーですね、まあ、1000円台で買えたりとか、そのぐらいのパブリックで売ってるような、石油系のシャンプーを週1回なり2週間に1回使うのもありです。ただ、気をつけなきゃいけないのは、石油系のシャンプーっていうのを毎日使っていると髪の毛の乾燥だったり広がりっていうのが出やすくなるので、メインで使うのはアミノ酸系の、まあ、2000円以上の、シャンプーが大体そうですね、アミノ酸系なので、そういうものを使った方がいいかと思います。で、どちらにしてもやっぱり汚れを落とすっていうその刺激物のジャンルにはなるので、シャンプーっていうのはもうできるだけしっかり流す、残さないっていうことを意識して流します。じゃあどのぐらいでも流せばいいかってなると、先ほどウエットの時に3分ぐらい流した方がいいよって言ったんですけど、もうそれぐらい同等ぐらいしっかり流しちゃってください。で、そうするとしっかりと栄養素が入った分、髪の毛が結構ね、絡みがないと髪の毛が維持できます。